はい、それでは1本目なんですが、東京 TV 銀座支局から、銀座レストランヴァンパイアカフェでございます。あのヴァンパイアとカフェって結びつかないですよね。全く結びつかないですよね。だって行ったら噛まれるんですもんね。おお、そうですね。くつろげるのかなと思ったんですけども確かに確かに。あのリポーターの東堂海さんが行かれたわけなんですけれども、銀座にあるわけなんですが、はい、もうエレベーター扉が開いてからすぐに、はい、驚かせるようなギャー言うてますね。仕掛けがあってね。でこの店内、薄暗い店内を入っていったら、どうやらその周りからのうめき声みたいな、ね、しかも足元の廊下が赤血球っていうね、ヘモグロビンがね、いっぱいあるような。そんなキラキラはたまらないんですよね。ああ、たまらないですよね。で結構その、まあ、料理とかもすごい手の込んでいたようなので、本当にあのサラダの上に何ですか、仮面が乗っていたりですか。そう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 。あとはですね、あのリゾット、これ棺桶リゾットですね。棺桶の形をして十字架がこうあるわけなんですけれども、そういったリゾットであったり、ね、リゾットからのね、棺桶だから手が出てるんですけど、あ、はいはい、明らかにこの手が大きいっていう、あ、確かにね、どんな感じでヴァンパイアが入ってるのかなっていうのも気になったんですけどね。ですごい印象的だったのがですね、ローズ伯爵ですか、あのおそらく、まあ、店長さんじゃないかなと僕は思うんですけれども、魔界から通勤されてる店長さん、そうやら200歳ぐらいらしいんですけれども ね、はい。でそのなんかお店のコンセプトの話を、まあ、していた時があったんですが、はい、その時に世界征服のためにまずは飲食業から始めてみた、踊ってみたみたい、歌ってみたみたいな感じをね、まずあの、掴むには胃袋からってのできる嫁みたいなこと言ってましたね。確かにそうです。でまあ、商品紹介であったりとかコンセプトとかを紹介するときに必ずそのローズ伯爵、まあ、店長さんじゃなくて、はい、すぐにあの横にいたアメイドのアンドレアさんですか、ね、に全部振っているという。またアンドレアさんがね、すごい冷静でね、そう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 、はい、それはですねみたいな感じでね結構淡々とね紹介してらっしゃるんですけども、すごい面白かったです、あの普段は、まあ、こちらはその、まあ、立地柄でしょうかね、あのサラリーマンの方であったりとか、あとは結構合コンとかでね、そう、あのね、ローズ伯爵が普通に合コンなどで使われていますって言った時にいいんですか、あなたの館を合コンに使われて大丈夫なのってちょっと思ってるんですけど、あのたまにあの東堂さんが、まあ、店内とかっていう言い方を表現した時に、いや店内じゃなくて館内とか結構多分ね、その何秒か前に、あのローズ伯爵も店内ではな言ってましたよね。あ、そうですよね結構あのキャラがまだまだ定まってないので、そんな感じなんですけど、でもお店はね、もう10年ほどやられてて、そうそうそう、2001年の6月から、やっておられまして、かなり歴史のあるような、ねそんなお店なんですけれども、はい、ぜひあの足を運んでみていただければというふうに思います。まず1本目は東京 TV 銀座支局からリポーターの東堂海さんが紹介してくれました銀座レストランヴァンパイアカフェをご紹介いたしました。この太陽の下で大人へ両手広げ